あ、すげえ言いたいことできちゃった。これちょっと一個言っていい？マジありえないこと、本当にありえないことが起きて。次は、一個思い出した。俺これイベルトの時言おうと思ってたんだけど、今言おう。なんかね、今日、仲良くしていただいて、これマジ聞いてほしいんだけど、その人に向けて聞いてほしいんだけど、仲いいね、その仲良くしてくれてる放送作家さんがいて、若いね、俺と同い年ぐらいの人がいて、なんか一緒に、知り合いのライブ見に行こうみたいな話になって、あ、行きましょうっつって行ったのね。で、1時に今ちょっとある場所に待ち合わせして、車待ってたの。車出してくれるよって言うから。待ってたのね。そんで、そしたらね、まあ、ちょっと遅刻しちゃったのね、向こうが。で、別にまあ、俺もよくするし、いいやと思って待ってたんだけど、いきなり、警察官がバーって、俺警察署の前で待ち合わせしたんだけど、警察官がバーって俺のところに寄ってきて、女の子の警察官がね、バーって寄ってきて、なんか、なんていうの、最近いい天気っすね、みたいな。あ、そうっすね、つって。俺はやっぱさ、てっきりさ、俺がかっこいいから、女の警察官が、なんか暇つぶしでできたのかなと思って。あ、いい天気っすね、つって、なんか、世間話を3分くらいしてたのね。なんだよ、結局警察官もお前仕事中こんな男口説いてんのか、とか思いながら、わーってやってたわけよ。で、何されてる方なんですか？みたいなこと言われたから、いや別に普通に会社員やってる、会社員でーす、とか話してて、免許証いいですか？って言われて、免許証ちょっと見せてもらっていいですか？俺、待ち合わせしてただけだよ、本当に。綺麗な格好して待ち合わせしてただけなのに、免許証ちょっと見せてもらっていいですか？って言われたの。ありえないじゃん。え？って思って。で、俺、免許証を持ち歩いてないのね。免許証持ち歩いてないの。いや、自分で車運転するわけじゃないし、免許証持ち歩いてないのね。だから、すみません、俺、免許証を、持ち歩いてないんですよ。って言ったの。え、何か身分証明できるもありますか？って。だんだんさ、雲行き怪しくなってくるじゃん。なんか身分、証明できるもありますか？って言われたから、俺、銀行のキャッシュカード1枚しか持ち歩かないのね、いつも。だから、銀行のキャッシュカードだったらあるんですけど、つって、まあ、このね、バーって見せて、顔写真は？みたいなこと言われたから、いや、ちょっと今、顔写真見せれるものなくて、ちょっと知り合いが来るんで、知り合いが来たら自分の身分とか証明できるんですけど、みたいな話したら、じゃあちょっと一緒に待ちますとか言って、そのね、知り合いが1時間遅刻して え、だんだんさ、汗かいてくんじゃん、俺も。やべえ！なんか俺が、完全にこれ凶悪犯と間違えられてるって。逃げるわけにもいかないし、明らかに言動が一致してないんで、話の整合性が取れてなくて、やべえと思って。ちょっとだけ待ってくださいねって。なんで俺汗かいてくんじゃん。で、あ、わかりました。なんか、道端で話すのもなんなんで、ちょっと、署の中いいですかって言って、俺署の中に連行されて。で、いや、別に、何もしてないっていうのは分かってるんですけど、持ち物検査させてもらっていいですかって言われて、俺ね、何も持ち物持ち歩かないの。で、ちょっとなんかね、ハイカットの、ブーツじゃないけど、ちょっとハイカットのスニーカー履いてて、それをね、朝バーって延長してある。バーって急いで出たから、チャック全開で行ったのね。わかる？ハイカットってさ、キューって上まで締めるチャックがあるじゃん。それを全開にして、ちょっと前、一回足元だらしなく行ったのね。ね、なんか、それで、いつも、そんな感じなんですか？みたいな感じで言われて。あ、いや、いつもは結構しっかりしてるんですけど、今日ちょっと急いでたんで、こんな感じなんですよ、つって。靴の中見せてもらっていいですか？って言われて。靴の中バーって見せんじゃん。で、ポケットの中全部出してもらっていいですか？って言われて、バーって、俺タバコと、携帯と財布しか持ってないから、いや、本当にこれだけしか持ってないんですよ、つって、パッて見せるじゃん。で、ジャケット脱いでくださいって、ジャケット脱がされんじゃん。で、全部、本当に、全身チェックだよ。体バーって触られて、ポッケ裏返してもらっていいですかって、ポッケ裏返すじゃん。で、タバコの中見させてもらっていいですかって、パッてタバコの中開けて、一本だけ、このタバコほぐしていいですかって言われて、タバコほぐし始めて、ありえないでしょ。で、俺もう身分証明できないから、いや、実は、俺ネットで、活躍しててって言って、私、西新宿4丁目24-18、レジデンス新宿住んでるんですけど、加藤純一って言います。で、部屋番号までバッて言って、いや、私本当に怪しいもんじゃないんですと。ただ、今自分を証明できるもんが何もないんです。ただ、私インターネットコメディアンをしてまして、インターネットで顔出ししてて、本当全部正直、こういうことしてるんで、これ見てくださいっつって、俺自分の、昨日の雑談をパッて見して、いや、これ俺のほうですよねっつって。で、顔見せてください。顔見てください。
こうやってちゃんと、あの、ウィキペディア、いや、俺ウィキペディアねえから、だからネイバーまとめみたいなの見せて、こうやって、あの、本当に、こうやって、いや、だって証明できるもんは何もないんだもん。証明できるもん何もねえからさ、これ、あ、見せて、これ本当に、加藤純一なんですよ、つって、あ、加藤純、あ、そうなんですね、つって。で、話を聞くと、どうやら、俺のね、顔写真を使って、出会い系サイトで麻薬売ってるやつがいるみたいで。まず顔写真見せられて。え、実はこういう、ことになってて、なんか、でもう、で、気がついたら、俺の周り、警察官6人ぐらいに囲まれてんの、マジで。女の子1人に話してたのに、6人ぐらいの警察官に囲まれてて、なんかもうね、もう、逮捕もう、確保みたいな感じだね。枠さん見てるやつがいっぱいいて、確保みたいな感じだろ。本当に。いや、だから、いや、それは多分、本当に、私の顔写真を使った犯行ですって。本当に俺はやってないですって、親に電話して、お母さん、ちょっと今、本当に仕事中も、お母さん今日あれだ、リクルートでなんか飛び回ってるみたいだけど、お母さん電話して、お母さんちょっとね、今本当こういう事情だって、俺本当にまずい状況だから、つって。しかもさ、そうやってね、警察官に囲まれて30分とか40分ずーっと話聞かせると、俺やったんじゃねえかって気になってくるじゃん。俺やったんじゃねえかって気になるでしょ。汗とかもめちゃめちゃだらだら書いてて。で、この、バリナイの時のさ、汗が見えやすい T シャツ着てたから、もうだらだら汗かいてるわけよ。これなんか、下手すりゃ俺やったんじゃねえかと思って。過去のさ、やっぱちっちゃい犯罪みたいなのあるわけじゃん。万引きとかさ。なんか、それが、バーって脳裏によぎるわけよ。あの時、なんか俺がちっちゃい頃した、万引きの件か、みたいな。言われんだもん、だって。何の件ですか？何の件なんですかって俺も聞くわけじゃん。何の件ですかって聞くってことは向こうはなんかやってんだって思うわけじゃん。そういうさ、なんか、なんていうの？ごっちゃ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 してさ、で結局、親に電話して、住所と電話番号と住所と電話番号渡して、何かあったらもう逃げも隠れもしません。本当に私はこの家に住んでますし、親にも今連絡しましたよね。で、親が親の職場を言ってさ、いや実は、こういうところで私働いてるんで、なんか息子にもし何かあったらここに電話してもいいですって。もうお母さんも信じないわけよ。息子が、タイマーやってるみたいな感じで、お母さんも信じないの。いや、お母さんでも本当にこれは誤解だから、ちゃんと、後でちゃんと説明するから、つって。いや、お母さんもうその気になってんの。でも、俺は絶対やってない自負があるし、もしやってたとしてもお母さんがね、そうやって、お母さんにも被害を被ることになるから、お母さんの住所、お母さんの、実家の住所と、職場の、を言っておいてくんないって代わりに。俺言えねえから。俺の前口だけでしか言えねえじゃん。で、なんかそれでそこまでして40分間、枠さんたちにね、くっそっかねえ、マジで。1メート85くらいあるクソじじいに、もうえっつって仁王立ち。なんていうの、浅草のさ、あいつみたいな感じでさ、仁王立ちされて、ようやく、釈放されたんだよね。下手すりゃ俺今日逮捕されてたからね。ちっちゃい頃の万引きを自白して、ありえねえだろ。違法ダウンロードやら、俺、危なく自白仕掛けたからね、マジで。もう俺言って楽になろうとまで思ったんだよ。いやもう言って楽になろう。言って楽になろうって俺ほんと思ったんだよ、もう。犯行を認めて、もう俺は一回逮捕されて、顔写真に乗るけど、もう楽になりたかったんだ、俺は。楽になるしかねえじゃねえかよ、だって。そんな逮捕されかけてんだから。逮捕されかけてんだよ、こっちは麻薬で。マジで俺ほんとに汗だらだらかいやがんね。で、1時間遅刻してきたやつもさ、ウィースみたいな感じで来て。あ、どうもーみたいな感じで。もう喧嘩しながら言ったら、どうもじゃねえよ、おめえのせいで俺お前、パクられかけたんだぞって、自白しかけたんだぞって。っていうことが今日ありました。本当に今日あったよ。まあでも警察官も仕事だからさ。仕方ねえじゃん。これ嘘じゃねえからな。これガチだからな。で、ガチだから警察署の名前を言えねえの。なんでやってんの。めんどくせえじゃん。ガチャガチャするから。本当にめんどくさかったわ。だから怖いよね。みんなもね、人知れず、そういうことになる可能性ゼロじゃないからね。で、俺、もうだからさ、免許証持ち歩かなきゃダメだね。本当に。免許証持ち歩かなきゃダメだ。着せられたもんだって俺冤罪を。俺パクられかけたんだぜ。本気で。
自白しかけたんだよ。俺マジで自白しかけたからね。いや実は万引きしたことあるんですよつって、トラウマになるよ本当に、トラウマになるよマジで。身分を証明できねえじゃん。普通持ち歩くの？嘘だろ。万引き間違いは見損ねた。お前、俺が人生で一度だけ万引きしたことあるの4歳とかだからな。行くわけよ、親戚のじじいの家に。え、じゅんちゃん、500円でガム買っといて、つって。わーってガム買いに行くわけよ。で、隣のババアがいなくて。もう多分死んでるけど。もう認知症のクソババアでさ。全然で、おばちゃんって言っても全然出てこねえから、かっぱらって帰ったらね。で、100円どぶにパーって投げ捨てて。その頃の犯行を俺自白仕掛けたからね。だから俺の LINE の、なんかタイムラインで、誰か麻薬買うやついませんかってやつがいるのね。なんかほんと、それもやめて。本当に事件になるから。ガチで言ってるやついんだよ。俺の LINE のタイムラインのコメントのところで、あの、麻薬を買いたい人本当に連絡くださいみたいなやつが一人いて。ちょ、あいつマジ俺ほんと警察に突き出すからな。次やったら。冗談超えてるからな。本当に。てか、そいつだろ、犯人。犯人、そいつだろ。で、お前の犯罪に俺を巻き込むなよ、マジで。本気で。俺、それ、禁止薬物系、マジ、本当に、俺、絶対やんないからね。で、俺だからさ、警察とネットでさ、もう調べて、じゃあ、なんか、前科があるかどうか、調べてって言ったんだよ。本当に俺、もう、見てよ、こんな。しかもね、一番怪しいっていう思ったのが、なんか俺がね、なんでそうやって思ったんですかって聞いたら、俺が警察官の鏡で髪の毛こうやってセットしてたんだって、それ見てあいつやべえってなって、話が来たらしい。なんか、加藤さんが、まあね、デートだったと思うんですよ。デートだからね、女の子と待ち合わせしてるから、多分そういうこと取ったと思うんですけど、それ分かってるんですけど、それがちょっと怪しく見えてしまいましてって。俺説明させたの。いや、俺納得いかない。なんかさ、変な格好してて、おかしい感じだったら俺分かるんですけど、別に俺何にもないじゃないですかって。比較的清潔感もあるって言われてるんですよ、みんなにって言ってんのに。なんかそのね、警察署の、ドアで髪の毛セットするやつはいない。だからガンつけてるみたいな。おいてめえ俺捕まえてみろよみたいな感じで多分取られたと思うの。あーみたいな。やっぱあの、キムタクみたいな、ちょっとさ、この、なんていうの斜め下からこうやって、ふーみたいな感じでセットしたのね。それが、警察官挑発してるって多分取られたんだろうな。あれが良くなかったんだよ。おめえらも気をつけろよ。これガチだからな。みんなも本当に、やめて。それ反社会勢力に媚びを売るようなことはやめよう。すべてがどん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 さ、悪循環でさ、俺40分拘束されてたんだよ、ガチで。40分だよ。めっちゃ悲しかったからね。通行人たちはさ、うわ、あいつなんかやったんだっていう目で見られて。お前そんな時に俺の視聴者とかに万が一パッて見られたら、おい、うんこちゃん捕まったぞって、どん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 話が先行してさ、悪い噂が立ってくじゃん。で、後追いで俺が言ったらさ、あいつ言い訳してるよみたいな感じ言われんじゃん。だから早めに言いたかったんだよ、これ。で、次のイベントで言おうと思ってたの、それ。で、もう我慢ならねえと思って今。